第2シード津商業。今年のチームは秋春の県大会で共に準優勝という成績を残しています。甲子園を目指す夏、鍵を握るのはチームの中心的存在の3年生バッテリーです。1年秋から不動の4番、キャッチャーでキャプテンでもある日尾流星選手と、マックス146キロ、変則的なフォームから繰り出されるストレートで相手をねじ伏せるエースの松田そらち投手。2人は共に去年の夏、忘れられない経験がありました。覚えてます。ボッコボコにされたことです。三重高校、自分の配球がちょっと悪かったかなみたいな。秋も春も打てなくて、このまま行ったら夏も大丈夫やろみたいなちょっとした余裕があって、で、春同様の配球を、似たような配球を中心にやったら、夏打たれたみたいな感じなんで。リベンジしたいみたいな気持ちあります。自分のやれることをやろうとは頑張ったんですけど、全然通用しなくてっていうのが覚えてます。やっぱり悔しい思いってあります。もうとにかく本当に自分のやれること、今までやってきたことを出せるようなピッチングをしたいです。最後勝ちきれなかったっていう悔しさとともに、力不足な面とっていう、その両方を経験できているチームなので、そういった意味では最後大きな仕事をやってくれないかなっていうふうな期待は持てるなというふうに思ってます、監督の中では今のチームに対して自信っていうのはありますか？そうですね、正直あります。今年の津商業は上位から下位打線までどこからでも得点が奪える切れ目のない打線が最大の武器です。出塁をしっかりすることでチームに貢献して一戦一戦しっかり勝っていきたいと思っています。全員が甲子園に行く気ではいるんで勝ちたいと思います。自分は足が使えるんで、セーフティーとか小技系を使ってます。日頃からできているプレーを本番でもミスなくできれば勝っていけると。自分は1年生から出していただいてて、なんで3度目の正直っていうところで必ず甲子園に行きたいっていう。津商業が甲子園に出場したのは2015年。落とした、空振りの三振、試合が終わりました。春夏を通じて初めての甲子園。今年の夏、8年ぶり2回目の夏の甲子園を目指します。なかなかそう簡単に行かせてもらえるものじゃないなっていうふうには思ってますので、遠いようで近くて、近いようで遠いっていうところが、甲子園っていうところかなっていうふうに思ってますので、生徒にもう一回舞台を味わってもらえたらなっていうふうには思ってます。8年目の甲子園目指して頑張ります。セリ君、勝利！